なでしこは見てないですね。あれワールドカップだっけ女子の。なんかの試合でさ、アルゼンチン戦なんかの大会のアルゼンチン戦で、ずっとサイドの幅取ってる選手が位置高すぎて、そこ繋がってないのにそこずっと改善しないで、で、試合も、ああ、これやばいなと思って、女森安的な感じだなって思ってますよね。で、その後の試合のコメントで、なんか自分の采配に非があるっていうより選手良くないみたいな、なんかそんなこと言ってて、あ、多分これ、僕、なでしこ見出したら、ストレスの種が増えるだけだなと思って。あと、戦で見ないとなんかそういう批判もしにくいし、みたいな。それからなでしこは、できるだけ見ないって決めたんですよ。今日知り合いとかからもう LINE で、なでしこの、リアルタイム分析見たいですみたいな感じで言ってもらえて、ありがとうございますでもこうでって今みたいな理由言ったんですけど、そんな感じで今日負けました。あ、そうなんだ、うん、まあそうですね。だからそういうなんですかね、みんなが僕と同じ見方じゃないですから、こう日本だから応援したいみたいな、まあ、純粋に応援してるというか、まあ僕が邪推じゃないですけど、なんかそういう人たちにね、もっと夢を与えられるはずなのにみたいなので、まあ、僕が憤ってても世界は変わらないんで近づかないって感じですかね。どうなんだろうね、なでしこの監督さんというか、なでしこっていうか、女子の監督さんって、昔ね、お姉ちゃんの旦那さんが、体操で、オリンピック当時その種目なかったの、世界大会とか出てる人で、で、いろんなところコーチやってたんですよね。で、それで、女子と男子の指導どっち難しいって言ったら、もう比べ物にならないぐらい女子って言ってて、一回嫌われたら終わりだって言ってたんですよ。で、それ以上は聞けなかったです。一回嫌われて終わったことあんのかなと思って。そのぐらい女子に関してはモチベーション管理難しかったり、あと、レオザ学院に入ってくれたね、アメリカで女子の指導をしているコーチの子がいるんですよ。で、その子に聞いたら、まず戦術いるのっていう段階から始めなきゃいけないみたいな。必要と思われてないみたいな。だからまず戦術をいるっていうことに対して、こう、ちゃんと理解を、共有しなきゃいけないっていうんですかね。それをして、で、あと言い方が、これハマるんだみたいな言い方あったって聞いたら、その子が教えてくれたのが、結構女子もゲームやるらしいんですよね、アメリカって。で、それで、ゼロトップ、僕が言うじゃないですか、ゼロトップってゼロトップの選手の質だけじゃなくて、ゼロトップに対して、降りてきて相手のセンターバックがこうついてくるから、空いたスペースに入れる選手、この能力が重要だって言って、だから両ウィングとの組み合わせ。だからベンゼマが開けても両ウィング入ってかないマドリーのキャラクターだとうまくいかないけど、メッシが降りても両ウィングが入っていく、ビジャとかペドロのキャラクターいるとうまくいくみたいな。だゼロトップって両ウィングのキャラクターが大事なんだよみたいな。だゲームでもそういうところでフォルスナイン設定するんだったら、ウィングにポジショニングだっけ、なんかそれがあと飛び出すみたいな、中へ切り込むみたいな、そういうにしとくといいみたいな言ったら、なんかすごい納得してくれて、試合でもそういう風にやるようになったみたいな話とかありますね。で、佐々木監督でも嫌われながらやった感じあります。なんだっけ、なんか合コンで佐々木監督の悪口言ってた選手いたよね。ね、なんかダブルでマイナスだよね。合コンで佐々木監督の悪口っていうね。ね、キャバクラで寿司投げるみたいな。僕も塾の先生してますけど、女の子の生徒の扱いは本当毎回慎重にしてますね。秋山さんのクリエイターズファイルでさ、まあ女の子って難しいからね、みたいな。海外が来て大変だと思うから、言葉遣い気を使うわよね、みたいな。秋山さん扮する、あれ。シンクロナイズスイミングの女コーチが言って、その後のカットで、裏切り者ってブチ切れてたの面白い。裏切り者って切り方めちゃくちゃ面白いなと思って。